じゃあ今日もね、質問に答えていこうかと思います。まあ今日の一発目なんですけども、アニメが実写版化されるとなんで失敗作になるんですかってことなんですよね。まあこれね、前も何回かお話してるんですけども、失敗作扱いされてるだけなんですよ、これ。で、アニメが実写版になった時に、実写版がなんかちょっと失敗だよねっていうと、なんかつぶれるでしょ。だからそういう風なね、よく分かってない人が勝手な評価をしてるだけなんで、いや実写版も良かったよっていう風に、まあね、正々堂々と言えるといいんじゃないですか。感じたままに。感じてないならしょうがないですけどもね。うん、まあでもその、なんていうのかな、アニメが実写版になるってその時点で成功だと思うんですよ。だってアニメで終わっちゃうものって多いわけでしょ。アニメ化されたけども実写版化されてないものって山ほどあるわけじゃないですか。どっちかっていうと、そういうふうなね、実写版にならないものこそ成功してないというふうに考えちゃうんですけどね。でもっと言うと、アニメって必ず原作があるわけですよね。で原作がアニメにならないものってのは非常に多いわけじゃないですか。そのことについてどう思うのかなっていうふうには感じるんですよ。まあ一言で言うと、それは感じ方が様々あるからねっていうことになっちゃうんですけども、まあ大多数の方がね、アニメより出来が悪かったねって言ったとしても、実写版化を原作者が認めていて、しかもそのパイロットもちゃんと見ていて、これでいきましょうって言ってるんだから、もしね、実写版がちょっとアニメよりも良くはないねっていう風な評価をするとしたら、まあ原作者の意図が全然分かってないってことじゃないですか。仮に自分が何かの作品を作ってね、それがアニメ化されたら万歳ってなるでしょ。それが実写版化されたら万歳ってなるでしょ。成功だと思うんですよ。だからなんか見識のないファンがうまくいかなかったねって、失敗だよねっていうのはしょうがないんじゃないですかね。これなくならないと思いますけどね。もっともっと好意的に見たらいいんじゃないですか。人が作ったものとかをね、少なくともそのファンでいるんだったら好意的にね、何もかもダメってわけじゃないと思うんで、良かった点を2つ3つ抜き出して、ここを評価しますっていうふうに言えばいいと思うんですけどね。もちろんなんか大好きだからこそ辛口の評価をするところもありますので、まあ、その辺もね加味しながらの今回のコメントでしたけども、どうだったでしょうかね。別に失敗したわけじゃなくて、失敗と捉えている人がいるってことなんですよ。ただそれだけです。以上です。